なるほど。あのさっきもちょっとさっき振りましたけど、オークリーワールドって僕勝手に呼んでるんですけど、オークリーか。いやまだまだこう、だって今あの岩船フルーツパークの実業の方のね、はい、そうですね、お店もやられてますでしょ、はい、あとまだなんか本当あるんじゃないですか。まあありますね、ちょっとだけ2、3個ぐらいあります。医療従事者の皆さんありがとうございます。さあ前半の45分がスタートいたしました。白と黒のユニフォームが、ホームチームの栃木シティです。そして赤のユニフォームが東京 23FC アウェーですね。さあ前半の2分、東京 23FC のコーナーキックの場面です。ニアサイド、結構早く入れてくるね。おーね、あーこれ危ない。さあ先制は栃木シティです。背番号室崎選手ですね、なんて蹴られて、さあ23ボールです。面白い、清水光、清水シュート。いやー、おーすごい、おーこれ面白い、右だ、面白い。早て早て早て、ペナに入ってきた、急ブレーキ、攻めて、もう一回ここを回収したいね。はい、ジョニーが右から、おクロスボール、おっ、入った、ロイスイタセミの 23C、市川優馬。ジョニー最高でしたね、今のジョニーのクロスからね、はい、またそれも来るんだ。おー、右サイド、市川優馬、さあ中を見る、アウトサイド出した、打てる、ポーンと出した、いいプレーでしたね。あ、下ジョニーでしたね、これ柴田ですね。もう一歩外、おー、これはいいね。忠智、左足、クロスボール、決めた、これもいい。大栗代表です。イエーイ、お願いします。高橋、ありがとうございます。あと23のね、トマメチ代表です。どうも。はい、どうも、はい、ここですね、カメラね。こんにちは。トマメさん、あのこの前実況のダイジェスト動画で、はい、あの出ていたね、はい、生は初めてなんでね、はい、あのお互い代表同士ということで、はい、です。実況 MC ブラジル36、映像パラグエで、そしてアシスタントは毎週23とおなじみのマリさんにね、お越しいただいてますので、よろしくお願いします。面白い。ああ、これは23がうまく、おお、これはすごい、3対3だ。柴田自分でいくか、左足か、シュート、おお、閉まった感じがしますね。あ、これ危ない、打ってくるんですよね、遠くからでも、うん、9番が。さあ、ファーサイドの17番がちょっと怖いな、ここ。ほら、この選手打つよ、おお、うん、うちがバタバタしてる感じ。そうそうそう、これね、ちょっとなんか、あ、ここない、危ないな、うおー、危ない。コーナーキックです。ファーサイド、おー、危ない、おっかね。渡辺隆と大きくクリア、あ、これ早手が取れるか、うん、おお、来た、早手、早手シュートまで持っていけるか、早手、おお、今のファウルはないか、もう一回早手、その前に柴田、これが、タッペ、ここトモ、縦ヘディングで落としたボール、打てる、ユータ、おー、高橋打てました。高海、下がれ、身長の高い2人よりいたからね、はい、あのパワープレイみたいな状況を考えて、おー、来た、打てる、おー、なんてこった、フリーキック、おー、
く吹きました。さあ勝手にお送りしてきました関東リーグ YouTube ライブスペシャルコラボ配信栃木、はい、シティ、はい、東京23マジ TV& レディオも終わりの時間がやってまいりました、はい、ビデオカメラのオペレート撮影ネット配信ダイジェスト編集はパラグエルさんでした。パラグエルさんありがとうね。今日もねすごい今日機材の量だからね、それから、チック MC とツイキャスラジオのオペレートはブラジル36がやりました。ありがとうございます。そして、実況席の、ね、アシスタントで、ゲスト扱いかなアシスタントですけれども、毎週23からマリさんに来ていただきました。ありがとうございました。あ、こっちに映ってますね。ありがとうございます。ということでね、長らくのご視聴ありがとうございました。また地元サッカーね皆さんがもう楽しみ尽くせるように僕らも動画制作頑張りますんで、はい、皆さんもクラブねチーム、はい、それから地元のね応援をよろしくお願いします。それでは皆さんありがとうございました。お会いしましょう。さようなら。イエーイ。お疲れ様でした。